しぶき上げたらすぐねやられちゃうんだよ。しっかりしぶくを隠してスニーキングして、やっぱね気づいたっす最近マジで、しぶく上げたらマジすぐだなと思って。はい、本日のワンポイントアドバイス、日本最北端の道路標識は駐車禁止らしいです。最北端にね駐車をしたい方は諦めてください。まあ、最北端じゃねえのか。いただきます。どうもこんにちは、フッキーと申します。ローラのコラをね使ってガチのね歩行をやっていきたいと思います。腕前はS プラスですね、2です。はい、やっていきたいと思います。2からなかなか上がれてない。やばい、やばいな、こっちから入れんだよな、これね。左ね、ちょっとね、良くなかったかなと思ってね、右から立ち回るようにしました。はい。こっちから行った方がいいんじゃねえかなっていう考え。あとね、ちょっとエイムも練習してきましたよ。はい。良くなかったんで。今の縦振り当たったのはマグレです。ちょっとでも縦振り練習してきたんで、縦振りっていうかまあ、ね、エイム練習してきたんで、今回は勝てるんじゃないかなと。そんなね、あのね、急激に、育つもんではないと思いつつも、まあ、あのやっぱ練習っていうのは裏切らないんで。あ、くそー、倒せなかったか今の爆発で。一気にバーンっていくかなと思ったけどダメでしたね。はい、でも割れたんで、これ仕方が、味方がしっかり持ってくれればまだ進めチャンスがあるんじゃないかと僕は思っている。ここにじゃね、ここに、ホコ泥棒しちゃうよいいでしょ今のできればもう1枚ぐらいキルして持っていければよかったんだけど、ちょっとこれは飛ばない。こうね無理してあのワイプしてカウンターとか一番最悪なんで、今昔だったら飛んでたけど、味方が最悪前線上げてくれてるから飛ばなくてもあの有利は有利なんだよね。だからしっかりこう後ろから後方から支援できるように、後方から支援できるように、でちょっと居場所知らせたくないんだけど、あーちょっと待って、クソ今のやばい、ちょっともうボムサ欲しい、もうボムサ、ボムサが欲しいさ。これ味方に飲んじゃったね、これミスったっす今の。このビーコン飛んだつもりだったんだけどね、あ味方がやってきましたね今。ビーコン頼む頼む、ナイス。これね飛んでいいかな、これでもこっちにヘイト向いてるから飛ばないべきだったかもしんない。いやーやばい、よくないよくないよくない、これ本当にこの辺ですがもうあの敗北につながるんだよ。分かってるんだけどなんかそのギャンブル的にやっちゃうんだよな、なんか一か八かで。まず1枚でいい、無理、帰る、これはもう帰る、あの無理しない、24まで進んでるから無理しない、しっかり。取らないか、取らない方がいいか、マジか、やり、こっちにいただろ、いねえんか。このセンサーがきついね、センサー多いよね、あのなんだっけ、なんだっけソナ、ソナ、ソナ多くね、うん、ソナ多くてきついんだよな。まあこれねやっぱね、このゲームやっぱ潜伏めくるの強いからね、うん、潜伏が強いから、要は潜伏をバラす、暴くっていうのがやっぱ強いんだよね多分。しぶき上げたらすぐねやられちゃうんだよね。しっかりしぶくを隠してスニーキングして、やっぱね気づいたっす最近マジで、しぶく上げたらマジすぐだなと思って。さっき本当にエイム練習したのかっていう感じの感じになってるけど、感じと感じがなんか重複してるけど、やったんで、はい、自信を持ってやったんで。ちょっともう一回これさ KO 吐けば止まるっしょ、やばいか、そんなことないっしょ、
でもここで焦って死ぬのが一番ダメ。浅はか。ナイスー。最悪これ右に落ちます。オッケー、ナイス。勝ったでしょこれ。ああ最後味方が頑張ってくれた。最悪落ちたんだよあれ、真ん中で。そうすればもう一回真ん中にホコバリアで設置できたからいいかなと。ちょっといや、ホコは苦手だわ。下手くそだって自分でわかるもん、やってて。結構ね、他のルールだとね、自分が下手だってね、やってる最中は気づかないんですけどね、これやってる最中にわかるもんな。どうしたらいいんだろう、ホコ。マジで勝てない。なんかエイム以外にもなんか原因がある気がする。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。